他の大の小野神社大阪府設市佐渡宮に鎮座する神社当社の創建年代は不詳ながら聖武天皇の天平年間に創業期が諸国安弥の途中で味絶城村に金剛院を建立し寺の鎮守神として馬頭天皇を祀ったのが起源と考えられ江戸期の寛永年間に山田村長野の貸切山にあった三社の宮の、 五祭人を合祀してからも長期にわたって採取されてきたのであります明治5年の神仏分離令の実施により、社名も須佐野の神社を改め社格尊者に指定されました。一方、社格規定のない無閣社の整理統合が進められた結果、坪井の八幡社と道祖神市、床屋の春ス神氏市、西恩寺のゆずの木八渡社、中内の藤野の木八渡社が当神社に合祀されて、 現在に至っております平成13年7月、筆日後社殿修復委員会社殿に、聖武天皇の天平年間に、創業期が諸国安ンギの途中で、味絶城村に、混合院を建立し、とあるが、味下村が、味絶城と味絶下の上下に、区分けされたのは、江戸時代の味絶藩が廃藩した後のことであり、味絶城村の成立時期が矛盾する。 味絶地区は平安時代に藤原氏の荘園が配置されていたため、この時期に改ざんされたものであろう。当初の地名は味古植えだと思われる。社元の三社の宮の三の字は五の略字である。昔から五は天皇家が所有するものにつけられた。さらに宮は皇族が住む家、あるいは天皇家直系の祖先神を祀る社につけられ。 他の豪族が使うことなど、恐れ多くあり得ないことである。唯一の例外として、天皇家の祖先神以外で、宮がつくのが、とゆけ大庭の社である。これはとゆけ大庭が天皇家の祖先神である、アマテラス大臣と同格であったことを示している。須佐のの神社の祭神の雨の小屋根の命は、藤原氏の氏神であり、天皇家直系の祖先神ではない。 今年ぬ子孫も同様である。この結果、スサノーの神社には合祀した天皇家の先祖神が祀られていないことがわかる。本来祀られていた神は、近隣の大神木神社の社殿から、というけ大庭だと思われる。この神は、藤原氏の荘園が配置された時期に、藤原氏の氏神である、雨の小屋根の命とすり替えられたのであろう。 八王子神社、八幡田神社、大神木神社参照。三浦半島は昔は、大浦半島と書き、日本穂高の遠征により、天皇家の所領となったことに由来する。ありがとうございます。